こんにちは、山の草尾です。8月も下旬になって青森県では秋の気配が漂い始めました。今回は水辺に秋の初めに咲く4種類の山野草を紹介します。蝦夷の水タデは水中型と陸生型の2種類が見られます。主高は津軽半島の沼や用水路などでたくさん見ることができます。オモダカは葉の幅に変異があって、かなり広いものから細いものまでその姿には変異が見られます。よく似たアギナシは津軽半島ではほとんど見ることができません。津軽半島ではこの白花桜タデと1ヶ月ほど遅れて咲くピンクの桜タデの2種類が見られます。沼や用水路に生えた水葵はそのまま見逃されますが、水田に生えた水葵は外装として引き抜かれて処分されてしまいます。津軽半島にはまだ水葵の群生地が残っていますが、年々用水路がコンクリ化されて、この先何年も残るかどうかは不安も感じます。最後までご覧いただきありがとうございます。それではまたお会いしましょう。